C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール。こんばんは、劇団 EXILE の鈴木伸之です。スウェイです。いやー、久しぶりですね鈴木君とは久しぶりじゃないですけどね。そうですね。このラジオ自体はどうですか？ちょっと久しぶりなんじゃないですか？だってあれですよ、情報によると鈴木君は9月9日以来、うん、はい、で俺は5月20日以来。5月20日以来、相当空きましたね。鈴木君も相当空いてますよね。でもね、そうですね、10、11、12、はい、3ヶ月。そしてスウェイ君とラジオやらせてもらうのが初めて、初っすよね。なりますね。だって僕2回目ですもんね、リプロフィールが。そうですね、前回マサヤスだったんで。あ、そうなんですね。僕小沢さんだったんですよ。あ、すごいコンビですね。あのちょっと見える、絵が見える大変でしたねあのお手伝い役の総口ですけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも鈴木さん一回あれですよね、あのガールズアワードの時の、はい、ほらランウェイ、はい、に出られたんですけど、裏の楽屋で我々収録してたんですけど、はい、ずっと邪魔しに来てて、収録になったらいなくなるって一番良くないパターンの、なんか収録はいないんかいっていう。そうですね、楽屋ちょうど隣で。そうそうそう、あ、なるほど。ずっとワイ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 ワーってやって、はい、じゃあさよならって、いやいやいや、ね、これから収録なのにっていう、だから、はいはいはい、微妙にかぶってはいるんですけど。なるほど。そうなんですよね。そうそうそう、そういうことがあったんですね。あったんですけど、ランウェイ歩かせてもらいました。そう、歩きましたよね。でもあれ、はい、何回歩いても緊張しますね。スウェイさんもだってね、うん、そうですね、うん、俺もですよね。なんかマサヤスとなんかね、一緒に歩きましたよね、うん、あれ難しいですよね。そう、ということで、まあ、お二人でも久々ですけども、はい、よろしくお願いします。お願いします。あの劇団 EXILE のリプロフィールとしては今年最後になりますので。そうですか。C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール、毎回劇団 EXILE のメンバーの皆さんがリレー形式で登場。巷で話題のさまざまなキーワードをはじめ、リスナーの皆さんからのお題目や質問をもとに、これまでのプロフィール載っていない意外な一面、男の本音を引き出していこうではないかという内容なんですが、はい、今日はですね、まあ、2019年劇団 EXILE のリプロフィールとしては最後の放送ということで、まあ、1年の締めくくり、リスナーの皆さんからいただいたものの、なかなかご紹介できなかった皆さんからのメッセージ、お題目、質問などにガンガン答えていただきたいと思っております。お知らせの後は早速ですね、皆さんからいただいた質問、お題目をテーマに男3人ゆるく喋っていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール。改めまして、劇団 EXILE の鈴木伸之です。末です。お手伝い役の総口昭久です。さあ、今年を締めくくる劇団 EXILE のリプロフィール、今日は巷で話題のキーワードではなく、これまで皆さんからいただいていて紹介できなかった、皆さんからのメッセージ、質問、お題目を一挙大放出。じゃあ、最初鈴木さんが選んだメールメッセージ紹介してもらいましょうか。はい、はい、ラジオネーム、はい、お寿司さんから来ております。ありがとうございます。お寿司さん、ラジオ楽しく聞いてます。質問ですが、劇団 EXILE の皆さんは猫派犬派どっちですか？また自分の性格は犬猫どっちが近いですか、教えてください。はあ、まずどっちか飼っている人って誰がいるんですか、メンバーで。犬か、ね、僕あの犬飼ってますね。お、実家で飼ってますね。おちなみに犬種はお互い何ですか？僕はチワワとマルチーズのミックスで、それはチワワ2匹。あ、チワワ2匹なんですね。可愛いっすよね、ちっちゃい小型犬。可愛いっすね。毛抜けます？抜けます。あーね。あの、チワワが抜けるんすよね、すごい。そうそう。抜けるんすよ。それがなかなかこう、お掃除でも大変だったりなんかしてるみたいな。はい。だから、あの、可愛いんですけど、うん、実家に帰りたくなくなってきてる。ごめんなさいって感じです。めちゃめちゃごめんなさいって感じ。あの、抱っことかするとね、毛がもう服にすごいつくんですよね。はい。かわいいんだけども、かわいいんだけども、実家に帰るイコール毛っていう、なんか、いやいやいや、そこの葛藤が。はい、毛だらけになるなーって。なーって、ね。僕あの、それこそ自分が今年、ピーチジョンさんとルームウェアのコラボさせてもらったんですけど、うん、あの、そこで、ルームウェアのロゴを自分の犬にして、お、うん、あの、販売させてもらったんですけど、うん、すごい高評価で、あの、ありがたかったですね。
でもそれワンちゃん的にも本当は嬉しいんじゃないですかね。ねえ、すごい。現場でも走り回ってたので。ああ、そうなんだ。楽しそうで可愛かったですね。じゃあ、はい、あれじゃないですか。ピーチ・ジョンさんとのコラボ、もうワンちゃんあるんじゃないですか。やりたいっすね。いやいや、急になんであの、こんな感じで来るんですかね。いや、あの、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん。ワンちゃん、ワンちゃんがワンちゃんにね。ワンちゃん。なるほどね。はい、ちなみに、この自分の性格は、犬猫どっちが近いですか？どっちなんですか？ってきてるんですけど、スエ君どうですか？俺犬派ですね。あの、自分の性格も犬だと思います。犬っぽいって言われます。めっちゃ人懐っこいっていうところありますよね、犬ね。なんですかね、なんか犬っぽいって言われます。あ、でもスエ君犬っぽいかもしれないですね。 あのなんか社交的ですよね。すごい社交的ですね。あんまり人見知りとかしなくないですか？しないです、しないです。ねえ、うん。もうなんか最初から、一番最初会った頃から、あんま人見知りのイメージないですね。ぐっと距離が最初から近い感じ。近い感じで。犬。僕もそうですね。どっちかというと犬ですね。猫ではないかなとは、自分では思ってますけど。いや、スー君犬っすわ。あ、犬ですか、ね、うん、なんかこう、じゃれてる感ありますよね。そうですよね。うん、僕もその人見知りなんですけど、一旦仲良くなるとすごいあの仲良くなる、うんうんうん、長いタイプなんですよ。あ、なるほどなるほどね。じゃあ猫タイプはいないんですか、劇団エグザイルには。猫は町田くん猫じゃないですか。あー、でも確かに猫っぽい。町田くん猫ですね。あー、そうですか。結構家の中で自分中心でどっかこういろいろ動き回ってたいみたいな。いないと思って呼んだ時来ないけどみたいな。あ、でも確かに町田くん猫っぽいな。そういう部分で猫っぽいですね。で、なんか、お腹空いた時とかだけちょっとニコニコして寄ってきそうな。まあ、言い方がね、感じありますけど。表現が。はい、あの、思い通りにこう、なかなかこうならない感の、うん、そこは、まあ、可愛いというか。そうですね。猫は町田くんでしょうね。強いて言うなら。あと、大体劇団ゼロに犬派が多いか、性格的には犬派が多いかなっていうね。そうですね。青柳さんも猫、じゃなくて犬だと思いますし、小野塚も犬だし、カンタも超犬だし。カンタ超犬。あ、でも意外に、マサヤスも猫かもしれない。隠れ猫。なんか、どう思います？だって、マサヤスこそ結構誘いにね、はい、なんかもう自分のもう判断で、行く行かない決めちゃうじゃないですか。うん、僕もだって一回、LINE させてもらって、マサヤスさんに。はい、で、マサヤスさん今日ご飯行きませんか、うん、って言ったら、既読はついたんですけど、返事がなかったんですよ。で、あ、まあ、なんか忙しかったり、なんかあるのかなと思って、次の日会った時に、あ、マサヤスさん昨日、何されてたんですかって、すいません、なんか無理に誘っちゃって、みたいな感じ言ったら、え、LINE しましたとか言って、そこからバックレ始めて。猫だな。既読したことすらももう忘れてるっていう。ああ、なるほど、なるほど。猫だな、とんでもない猫ですね。とんでもない猫ですね。とんでもない猫だ。小沢さんはは犬ですよね。小沢さんはどうすか、どっちでもないんじゃないですかね。なんか新しい人種という、犬種というか、なんというか。ね、もう犬でも猫でもないっていう。猫でもどっちでもないのかななんて思ったりしますけどね。小沢さんっていうこうカテゴリーが。小沢さんっていうカテゴリーが一番早いかもしれないですかね。そうですね。じゃあここで。一曲行きたいんですけども、はい、前回5月20日に来ていただいた時は、スウェイさん、はい、ベスト版が出たばっかりなのに、はい、あえて TOKIO の曲をかけるっていう。そうですね。噂のキスをかけたのね。今度こそ、はい、かけます。出たばっかりで、この新曲が。いいんですか、 TOKIO さんじゃなくて。いやいやいや、まあ、TOKIO も好きなの分かりましたから、はいはい、まあ、このタイミングでかけなかったらいつかけるんだっていうぐらいの。リリースされたばっかりですから。そうですね。この様子だとまた次僕出るの7ヶ月後かもしれない。危ない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 。そしたら今のうちかけとかないと。リリースタイミングですから、ね。かけときましょう。こんなタイミングないんで。はい。はい、お願いします。それでは聞いてください。ドーベルマンインフィニティでずっと。キスの秘密。C3 プレゼンツ。劇団エグザイルのリプロフィール。今夜は劇団 EXILE の鈴木伸之と末がパーソナリティを担当しています。今年最後の劇団 EXILE のリプロフィール、続いては末さんがついに登場ということで、今夜ついにメンバーコンプリート、劇団 EXILE 全員アンケートということで、はい、これ実はもう9月なんですよ。この江戸川区のさよさんからのメッセージ最初紹介したのが9月、で皆さんメンバーがいろいろ入れ替わり立ち替わり来る中で全員に答えてもらったっていうね。あ、それで鈴木くんもそうなんですよ。そうですね、答えれてると思いました。これでスウェイさんで全員になります。鈴木さんも以前答えてもらってるんで、そういうことね、はい、ちょっとでも遅かったらじゃあ鈴木くんも今日でコンプリートだったってことですか。そう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 いうことですね。ついに年内にコンプリートできてよかったですよ。いや本当ですね。危ない危ない危ない。2つ質問あるんですけど、はい、
まず一つ目、もしも劇団 EXILE が総出演するホラー作品を作るとしたら、はい、真っ先にゾンビにやられてしまう人は誰なのかって、メンバーで、はいはいはい、逆にあ最後まで生き残るなーというのは誰なのかという質問なんですけれども、うん、真っ先にゾンビにやられるのはこれ誰ですか。これハヤトですね。小野塚ハヤト。おお、なるほど、うん、これなんでですか。理由はなんかもう一番最初に、はい、後ろからやられそうな、なんか絵が見えました。本人は気づいてないってことですか？気づいてないですね。気づかず、ゾンビになります。はい、ああ。これね、小野塚さんだと答えたのは、はい、秋山さんと町田さんも答えてますね。はいはいはい、はい。理由は、小野塚さんは不幸が似合うっていう。しかも、鈴木さんをはめようとして失敗し、自らがやられてゾンビになる。あなんで俺をはめようとするんですか。なるほど。はめることに失敗するっていうね。ちなみに鈴木さんは、はい、誰だって答えたかっていうと、僕は小沢さんですね。小沢さん。ああ、なるほど、ね。小沢さんはやっぱり一番最初にやられてほしいなという願いを込めて。ああ、なんか。これ、ちなみに、小沢さん本人も俺だって言ってましたからね。ああ、なるほど。ちなみに鈴木さんが最初に殺されると答えたのは青柳さんっていう。はい、うん、ほうほう、意外と怖がってない奴が最初に殺されるっていう、なんか、全然大丈夫っす、ね、大丈夫っすよなんて言ってて、逆にやられてしまうんじゃないか。確かにそれはあるかもしれないですね。逆にスウェイさん、はい、最後まで生き残るなーっていうのって誰ですか、これ。小沢さんですね。おー、新しい。はい、あれ小沢さんが最後まで生き残るって答えた人は誰も、いないじゃないですか。いないですか。なぜですか。いや、なんか結果、はい、やっぱりすごいなんかサバイバルがすごい似合う方なんで、ね、残れて、うん、でも9人中8人がゾンビになったから、ちょ俺も行くわっつって来そう。なるほどなるほどなるほど。自らゾンビになりそう。しょうがねえなっつって。みんななったなら俺もなるわ。なるわっつって、ゾンビになりそう。どんなホラー映画なんですかそれ、最後。なんか、でも新しい結末ですね。新しい結末ですね。ちなみに、小野塚さんが最後まで生き残ると考えたのは、青柳さんと言いたいとこだけど、鈴木さんと町田さんが生き残る。はい。で、まずこれね、真っ先に裏切っていくのが鈴木さんなんですよ、これ。ほう、僕なんですね。なるほどね。で、鈴木さんが生き残るかと思いきや、その鈴木さんを最後に倒して、黒幕は実は町田さんだった。ああ、わかるな、これ。腹の中真っ黒ですからね、あいつは。町田啓太、聞いてるか。お前真っ黒だぞ、腹の中。すげえな。だから鈴木さんが、お前、裏切ったのか、バタ倒れたら、町田さんが、後ろでちょっとほくそ笑みながら。なるほどね。佐藤さんが選んだのは鈴木さんが生き残るっていうね。裏切るのは小野塚さんなんだけど、はいはい、誰を蹴落としてでも必ず最後に生き残るのは鈴木さんっていう。なるほどね。生きることへの執着心がとにかく強いっていう。まあそうかもしれないですね。よく生命力強いって言われますもん、僕。強そうって。強そう。最後まで何か生き残る、ね。でもなんでこれメンバーのみんなこれ裏切りそう裏切りそうって意見なんですかね、僕が。裏切っていきそうっていうね、こうやって。だからまあ、その鈴木くんが作ってるこの、なんていうんですか、世界観が、やっぱみんなそういう風に見えてるんじゃないですか。へぇ、こいつは裏切りそうだな。裏切りそうだな、みたいな。でも多分いつも面白おかしくね、それをやってるのがだんだん、はい、なんていうんですか、頻度が高くなると、これ本当の心なんじゃないかっていう。みんなが。そろそろちょっと疑い始めてるかもしれないっていうね。鈴木が作ってきたブランディングが、本当の人間の層に見えてきてる。人間像に。なるほど、なるほど。危ないですね。危ない危ない危ない。ね、それは気をつけないとな。じゃあどうですか、劇団 EXILE のメンバーとサバイバルな、もう無人島で二人きりな状況になった時に、誰とサバイバル生活をしたいか。これスウェイさんどうですか。うわ、誰だろうな。誰と一緒だったら生き残れそうですか。うん。翔くんかな、青柳翔くん。ああ。年上だし、うん、なんか、やっぱその時点で僕結構楽で。ああ。あと、そうだな、なんか、何もしなくて良さそう。なんか、ああ、腹減ったな。なんか、取りに行くって言ってくれそう。はあ。でもね、そういうふうにスウェイさんと一緒に、はい、だったらサバイバルできるんじゃないかと町田さんは答えてるんですけど。ほう。お互いに単独行動しながら、まあそこそこ楽しくやれそうって。そんなに顔合わせなくてもなんか、そういうことっすね。あいつもまだ生きてんのかなぐらいの感じ。なんか、これもすごいなんか、町田くんね、なんか、
嫌味ですよね。黒幕感が。黒幕。おい、町田聞いてるか、お前。真っ黒だぞ、腹ん中。いやマイク近い、マイク近い。マイク近い。でも、鈴木さん含め、秋山さん、八木さん、小野塚さん、佐藤さんが言ったのはみんな小沢さんっていうね。うん。やっぱり知識も豊富ですし。食べ物とか詳しいしっていう。そうなんですよ。で、なんかそういう豆知識みたいなのすごく知ってる方なんですよね。うん。だから俺すごい彼と言ったらすごい頼りになると思います、ね。確かに。俺も一番最初に思い浮かべました。小沢さんね。はい。ちなみにスウェイさんは、はい、サバイバル生活この人とはしたくないわって誰ですか？誰だろうな。この人と言ったらもうすぐ死ぬ。秋山さんですかね。マジですか？へぇ、意外に。それ珍しくないですか？秋山さんとね。なんで？秋山さん、すごいなんかいろんなことに興味あるんですけど、はいはい、結構それを、すごい聞いてほしい人じゃないですか。だからすごい体力奪いそうです、ね。奪われそう。奪われそう。話を聞かなきゃいけないっていう。はい、やっぱ、黙っていることも大事だと思うんですよ。そうですね。喧嘩になったりとかね。そうですね。確かにね、はい。窮屈になっちゃいますもんね。そう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 。秋山さん逆に一人だけですよね、今、スウェイさんがね。本当ですか？やっぱ多かったのはね、八木さん、小野塚さんが多かったですね。おー。あと、鈴木さんとはしたくないわって答えたのが佐藤さんですよ。おお。理由は、はい、いや、もう鈴木さんは自分と同じく無鉄砲だから、二人とも一日と持たない、ね。おー、なるほど。なんかすぐに死にそうっていう。でもあれですよ、生命力すごいやっぱ高いってその前に簡単に言われてますから、そうですよね、行ったら行ったで僕もすごい知恵振り絞って、もうまず家建てるところから始めて、おそっから釣りして、お魚取って、火起こして、いっぱい簡単に餌あげますけどね、僕は。おー、めっちゃ頼もしいじゃないですかね。うん、僕頼もしいと思いますよ、行ったら。ちゃんと食べ物も自分が取ったやつもあげるっていう。あげます、もちろん。とにかく仲良く暮らしていこう。そこでできる幸せを探していこうって。そういう人間ですから。すごいブランディング。相当何か傷ついたんで。危機感を持ったんですよ。危機感を。ちょっとこういうの面白いんで、ぜひリスナーの皆さんもね、全員で答えて楽しいみたいなやつもぜひ送っていただければというふうに思います。お願いします、コンプリート。C3 プレゼンツ。劇団 EXILE のリプロフィール。劇団 EXILE の鈴木伸之と、杖と、お手伝い役の総口秋久がお送りしてきました。C3 プレゼンツ、劇団 EXILE のリプロフィール。今年最後の放送になりました。今夜は劇団 EXILE を代表して、鈴木さん、スウェイさんにパーソナリティを進めていただきましたが、来年、2020年劇団 EXILE といえば、まさにメンバー全員がワンチームになって挑む舞台、劇団 EXILE、勇者のために金は鳴る。初日までもあと1ヶ月という。早いですね、あっという間ですね。あっという間ですよね。でももうワクワクですね、もう本当に。改めまして、追加公演を含む東京大阪2つの会場ですが、東京赤坂アクトシアター、来年1月24日から2月2日の、期間になっております。大阪は梅田芸術劇場メインホール、2月13日から2月16日と、今内容どんどん今ね詰めてる段階だということですけども、はい、ちなみにこの番組来た青柳さん来た時に、稽古場まで遠いんでなるべくセリフが少ないのがいいな。本当ですか？少なくて目立つ、印象に残る役がいいって青柳さんも、それ結構その通りに本当ですか？なんかなりつつありますよね。マジですか？はい、確かに、あれもしかして黒幕翔くんかもしれないですね。そうかもしれないですね、はい、確かにな、結構いい役ですね、本当ですか？いい役だし、なんか美味しいとこで出てくるとか、ね、そうですね、はあ、で重要なね鍵を握ってる、そうなんですか、役柄にもなってるので、はあ、まさにその通りかなっていうのがありますけど、ね、笑えるところもあり、はい、全体的にも7割ぐらい笑いなので、あの笑う要素あり、はい、で3割ちょっとドラマがありまして、本当見応えある、あっという間の2時間になるんじゃないかなと、チケットゲットできた方楽しみに待っててください。さあ舞台と並行して来年2020年、鈴木さん、スウェイさんからいろいろお知らせありますが、まずは鈴木さん、はい、はい、ファースト写真集フェイスからおよそ2年経ちまして、うん、待望のセカンド写真集の発売が決定しました。何？これ鈴木さんが大好きな場所で撮影されたって。そうなんです、今回はですね、うん、ロサンゼルスとそしてラスベガスでずるいな撮らせてもらったんですけど、カメラマンは中野修也さんという方に撮っていただいて、2020年2月19日に発売になるんですけども、うん、発売を記念してイベントも開催する予定なんですけど、その発表は12月25日クリスマスの日に詳細を発表しますということで、25日ってだってクリスマスだから、ね、鈴木くんなの か彼氏なのかね、もうどっちを撮ったらいい、どっちにすればいいと思いますか？いや、僕を撮っていただきたいですね。やっぱ2冊目出せるってこともすごくありがたいことですし、今回本当に僕が世界
ってもう本当に一番好きなとこで撮らせてもらったので、うんうん、すごく見てほしいなと思ってますね、はい。来年2月19日発売のタイトルがオーバーシーズというタイトルになっております、はい、オーバーシーズです。25日にイベントの詳しいことも発表になるそうです。そしてすごく話題になったドラマ今日から俺はが劇場版で来年7月17日に公開決定なんですが、はい、もちろん鈴木さんもこれ登場します、はい、ありがとうございます。見たい。もうさらにパワーアップしてキャストもパワーアップして、はい、世界観もスケールアップしてものすごいことになりそうなので、うん、すごく楽しみにしていてほしいなと思ってます、うん。はい、来年4月17日、今日から俺は劇場版公開です、そして両 A 面シングルもリリースになったドーベルマンインフィニティ。2020年はシングル引き下げてライブツアーもあるということで、そうですね、はい、うん、そうですね。ドーベルマンインフィニティライブツアー2020 We are the one ということで、うん、来年は LDH パーフェクトイヤーということで、それで第1弾が今回劇団 EXILE 僕らね、うんうん、行きますけども、はい、それに続き、まあ、僕が所属するドーベルマンインフィニティも、ツアーをやらせていただきます。3月7日土曜日に新潟テルサを皮切りに愛知東京奈良広島岐阜神奈川福岡大阪、そして最終地はですね、僕地元札幌、はい、いいな、やらせていただきます。なので、うん、3月からスタートして11月20日までもう来年ずっとですねこれね。そうですね。でまあライブの調子が良ければ追加公演とかもできるかもしれないしみたいな感じなんで、今から頑張らなければという感じでございます、うんうん。ちなみに東京は5月8日金曜日東京国際フォーラムホール A、 あと神奈川は7月17日金曜日神奈川県民ホール大ホールということになっております、はい。さあ舞台の最新情報などは LDH のオフィシャルサイト、劇団 EXILE のオフィシャルツイッター、そして鈴木さん、スウェイさんのインスタグラム、ドーベルマンインフィニティのオフィシャルサイト、ツイッターもご覧ください。さらに番組では今夜もご紹介したように、劇団 EXILE のメンバーに聞きたいこと、こんなテーマで本音を語ってほしいというお題目や質問を来年も引き続き大募集してます。番組の感想なども添えて rp@1242.com でお待ちしています。また今夜のスタジオでの様子は日本放送のホームページ、リプロフィールのホームページからご覧いただくことができます、そして雑誌 C3 のインスタグラム公式アカウントでは一流モデルのオフショット写真などを日々公開しております。公式インスタグラムは、C3SHETHREE で検索してください。さあ今年最後の放送になりましたね。でもクリスマスから入園かけてはもうとにかくもうやっぱ来年のお芝居の稽古、そうですね、はい、稽古稽古ですね。次回の放送、年が明けた2020年1月3日再びこのメンバー、鈴木さん&スウェイさん、ダブル MC でお届けします。はい、それでは次回も引き続き鈴木伸之とスウェイと総口明久がお送りしていきます。 C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール、せーの、良いお年を。